亡くなってる。駅も変わってしまったな。まだ古いものも少し残っている。ここは大きなジーパンセンターがあって、このジーパンセンターではよく買い物をしたな。これです。この商店街で
この商店がアーケードで、このアーケードで、あのレコードを、ラバーソールを買った。まだあるかな。行ってみよう。なくなってましたね。レコードショップなくなってました。悲しげなバンコク旗がこの寂れた商店街に。ホンダの、単車を買ったお店まだありますね。残ってます。このバスで乗り遅、このバス停で乗り降りを繰り返した3年間だったな。僕が住んでた、3年間住んでた寮は、なんか新規になってますね。玄関の粗鉄なんかももう排除されてしまってる。新しいお家ができるんだな。自分は何階に住んでたかな。2階だったかな。2階だったような気がするな。建物はそのままだな。これ塗装し直したぐらい。
正面が黒崎駅です。3年間僕のホームだったステーションですね。その駅前に楽器屋さんがあって、最初に買った東海のギターもここで買ったんですけど、もうそのギター手元にありません。出発も到着もこの駅で、やってたわけです。この交差点の坂道で僕は単車で走ってて、文鳥が正面から飛んできて胸で押さえて捕まえたことがあるんですよね。嘘みたいな話です。あの文鳥どうしたか覚えてませんね。捕まえたことだけ覚えてます。僕働いてたのはこの塔ですね。当時もう新工場と呼ばれて一番最新の設備が整ってた、塔だったけど、もうすごく古びて、もうレトロな感じですね。工場もこれだけ傷んだわけやから、人間も傷んで当然ですね。懐かしいな。ここで耐火レンガを作ってました。水鳥が住んでますね。綺麗です。今はね、もう当時はこれが一番端で、そのダンプが止まってるあたりで休憩の後、もう海が恋しくてここに来て海の匂いを嗅ぐんですけど、とにかくもうヘドロで臭い、もう重油の匂い、ヘドロの匂い、ドブの匂い、そんな海でしたね。とにかく70年代の70年、まあ68、69年、70年、そのあたりの海は浄化槽がやっとできたぐらいの頃で、それは汚い海でした。でも今は工業地帯のそのモデルになっているぐらいの、浄化が進んでるっていう話ですね。もう実際もう匂いも全然しないし、綺麗な海になってますね。向こう奥が皿倉山です。北九州のシンボルの山ですね。これ単車で登ったことがありますね。ロープウェイでも登ったことがあるし、あの白っぽく見えるのは雪でしょうかね。この場所は懐かしいです。やっぱり18で、ふるさと離れて海のある町からね、こんなに、まあ、同じ海のある町に来たんだけど、とにかく汚い海で、もう海とは言えないような海だったですね。もう知ってる人もいないだろうな。